秋山さん抜けたんやけどな。はい、トンキです。アルさん、今回ね、埼玉西武ライオンさんについての話でございます。私、去年ですね、2020年ホークスのスタメン予想してみたーって動画撮ったんですよ。だからせっかくなんでね、他のパリーグの球団のスタメンも予想してみようかなってことで、この動画やっていこうと思います。やっぱ昔の言葉にもね、敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言うじゃないですか。ということでね、反響があれば他の球団のスタメンも予想してみたいと思います。西武さんといえばね、ホークス2019年散々苦しみになりましたが、2020年どのようなスタメンが組めるんでしょうか。それをちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。皆さんもよかったらね、コメント欄に西武さんのスタメン予想してみてください。では行こう。はい、まず西武さんのスタメン1番は殿崎選手でございます。やっぱ殿崎選手といえばね、皆さんご存知、日本を代表するユーティリティプレイヤーでございます。もう本当にいい選手。殿崎さんね、2018年はホームラン18本だったんですけれども、2019年にはなんと8本も増やして、ホームラン26本、長打力にさらに磨きがかかって、より怖いバッターとなりましたね。それね、殿崎さん、僕の中では結構チャンスに強いイメージあるんで、そこも含めてまあいい選手ですね。内外野はどこでも守れる、非常に西武さんにとっても貴重な存在だと思います。で、新スケットのスパンジェンバーグ選手の加入ともなってね、ひょっとしたら2020年は外野守る機会も増えるんじゃないかなってことで、とりあえずライトに行っていただきました、今回はね。そして2番は源田さんでございます。もう圧倒的守備力のね、西武不動のショートですね。この人出てきてからね、今宮さんがなかなかゴールデングラブ賞取れなくなっちゃったんですよね。まあ敵ながらね、この人の守備は見てて楽しいですよね。花があると言いますかね。やっぱ純粋にうまい。で、その守備力に加えて打率2割7分、盗塁30個もできるわけですから、チャンスメイク要因としてもね、本当に西武さんには欠かせない存在だと思います。そして3番バッターは森友哉さんでございます。まあ言わずと知れた天才打者ですよね。改めてキャッチャーで首位打者は本当とんでもないですね。で、得点圏がなんと4割11厘、4割化け物やないか。間違いなく今年も西武のキーマンでしょう。そして森選手ね、個人的にも結構好きな選手でもあるんで、ぜひぜひ活躍してほしいですね、ホークス戦以外で。続きまして4番は山川穂高選手です。やっぱりね、2年連続ホームランというのは非常に素晴らしいですね。去年ね、シーズン中盤から調子を崩して6番打つこととかもあったんですけど、今年はぜひとも4番に定着してほしい。やっぱり2020年においてはね、打率をどこまで上げれるかっていうところじゃないですかね。もう山川さんの長打力はすでにね、もう圧倒的だということ証明されてるんで、今年はアベレージもどんどん上げてもらってね、もうたくさんドスコーやってもらいましょう、ホークス戦。そして5番はおかわりくんです。いやー、中村選手ね、2018年の頃、さすがにちょっと衰え見えてきたかなーと思ってたんですけどね。まさかのなんか、バットを重いものから軽いモデルに変えてみたら、とんでもない大復活でしたね。何 ?37 歳にして。打率キャリアハイで打点王なんじゃそりゃ。去年ね、森友哉さんとのこの3、4番コンビはガチで怖かったです。2020年においては森、山川、おかわりくん、この最強クリーンアップを組むことになりそうですね。まあ、来年もこのおかわりくんとホークスのマッチ、あつおこの2人でパリーグのサードを盛り上げてほしいですね。そして6番は新加入スパンジェーバーグ選手でございます。この方はですね、もうセカンドサードが本職なんですけど、それに加えて外野も守れるってことで、まあ、いわゆるアメリカ版殿崎といったところでしょうか。マイナーでの通算打率は3割超えるということで、なかなかのアベレージヒッターでございますね。正直ね、秋山さんが抜けた西武打線の穴を埋めれるかどうかは、割とこの人の活躍にかかってるんじゃないでしょうか。このスパンジェンバーグ選手、スケットガチャを西武さん当てることがあれば、一気にリーグ3連覇も見えてきそうですね。そして7番は栗山選手。栗山選手といえばね、もう通算1825安打の大ベテランでございます。栗山選手はなんて言うんでしょう、ここで1本欲しいなって時にすごい打ってる勝負強いバッターという印象ですね。僕としては西武ほどの強力打線でもね、やっぱりクリーンアップでランナー返しきれない時もあると思うんで、そういう時栗山さんがきっちりとランナーを掃除する役割を担うんじゃないでしょうかと個人的に思っております。続きまして8番ミニア選手。ミニア選手ね、2019年の成績こそあまり良くはなかったんですけど、シーズン終盤においてのね、勝負強さが半端じゃなかったですよね。まあ、去年のシーズン終盤といえば、まさにホークスと西武がもう1ゲーム差2ゲーム差リーグ優勝争いを繰り広げてたんですけど、そこでねミニアさんがね、西武負けてる時とかもね、終盤で逆転ホームランだの勝ち越しホームランだの打つもんだから、ホークスなかなかゲーム差縮めることができず、そのままね、西武さんにリーグ優勝されたっていう印象あるんで、この人が8番にいるっていうのはかなりすごいことだなって思いますね。まあ、ミヒアさんちょっとね、年俸はかなり大幅に落ちちゃったんですけど、それでも西武に残留したということで、もう一度ねジャパニーズドリームを掴んでほしいかなってところですね。そして最後9番は金子選手でございます。まあ金子選手といえば西武の誇る俊足イケメン、羨ましい。41通りっていうのは本当にすごいですね。まあ、秋山さんが抜けたセンターの穴をその瞬足で金子さんが埋めるんじゃないかなと予想しております。金子選手ね、打撃の調子が上がればそのうち1番起用も全然あり得ると思うんで、その辺も含めて2020年の金子選手の活躍に注目ですね。はい、僕の西武さんの2020年スタメン予想まとめるとこんな感じですね。いやね、冒頭でも言ったんですけどね、秋山さん抜けたんだよなこれ。強くね。あれ
おかしいな。あ、どうせね、今年も西武さんとの試合見てるときは毎イニング毎イニング祈りたい日々が続くんでしょうけど、それ以上にね、西武さんとの試合っていうのはいつもなんか打ち合いっていうか派手な試合が多くて見てて楽しい面もあるんで、そこは一つね、純粋に楽しませていただきたいなってところですね。2020年も変わらずホークス最大のライバルとなるでしょう。最後まで見てくださってありがとうございました。まあ、最初にも言ったんですけどね、よかったら皆さんも2020年西武さんのスタメン予想を皆さんコメント欄にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ホークス最高。